僕は失恋をした3年越しの恋が破れた涙が止めどなく流れ足元の目の疲労になったその目はうまく育ち行き秋の日に赤い実をつけた植えたおじさんそれを食べて身も心も健康になった感動したおじさんその赤い実の研究をはじめ人によく聞く栄養素を見つけノーベル賞すぐさま赤い実の苗は果てと彫刻に送られ何千何万人もの笑顔が戻ってきた元気になった人たちは幸せ